今週末に開幕するアビスパの特集に参ります。 J1 生き残りへの鍵とは。いよいよ今週末 J1 開幕。アビスパにとっては5年ぶりの J1 の舞台です。開幕戦で自分たちの力を発揮できるようにいい調整ができています。開幕を前に練習にも熱が入るアビスパイレブン。しかし2006年、11年、16年と過去3回の J1 昇格シーズンはいずれも1年で J2 降格。その上、今年のルールでは年間順位の下位4チームが降格といういつも以上に厳しい状況。 J1 を生き残る鍵は、複数得点をしないと勝利は近づかない。攻撃のところは昨年については物足りなかったという、そこを高めていかなくてはいけないなというふうには思っています。去年 J2 最少失点と鉄壁の守備を誇った一方、得点では10位と課題が浮き彫りに。今年必要なのはとにかくゴール。そこでモモスコは SNS で緊急アンケート。題して、トトカルチョならぬモモカルチョ。2021年 J1 ファーストゴールは誰だ。さあ、速報はご覧の通りです。モモカルチョの注目は2位の金森武史選手。帰ってきた。5年ぶりにアビスパに戻ってきた J1 での経験豊富な点取り屋です。得点に絡むところを求められていると思うので、J1 でやってきた経験とかそういうものを生かして福岡で活躍したいなと思ってます。彼の持っているものを出してくれれば十分チームに貢献してくれると思いますが、中でも得点アシスト、攻撃面で彼の持ち味をチームに与えてほしいなと思っています。去年積み上げた守備力と金森選手をはじめとする攻撃力の補強、この2つがあれば J1 でのサバイバルも怖くはないでしょうね。目標は10位以上、勝ち点50、皆さんの思い、その思いに応えるよう、チーム一丸となって戦います。ぜひ応援してください。さあ、ということで近さん、まずは、サッカーの方が開幕と。そうですね、上に上がった嬉しさも、下に、1年で落ちた悔しさも知ってますんで、ですから開幕から頑張っていきますね。そうですよね、そしてこのモモカルチョなんですけども、まだ途中経過ですからね、モモスポのインスタグラムからまだまだ受け付けています。最終結果は月曜日のモモスポで発表します。